こんばんは。お疲れ様、ありがとうございます。今日大阪から帰ったの？昨日帰りましたよ。昨日帰ってきましたよ。日帰りです。ブログ書いたので見てください、ぜひ。ブログ読んでね。こんばんは。読んだよって、ありがとうございます。コメントもそうですね、なんか詳しいことは感想はぜひあのモーメントの方にコメントしてもらえたらなと思いますね。久しぶりの N 億年ぶりのニコラブのブログ更新です。ありがとうございます。読んでたらショールーム始まった、ありがとうございます。読んでくれてニコラブ愛、ニコラブ愛じゃない、ニコラフもありがとうございました。ちょうど読んでた、嬉しい。そう、写真いっぱいです。なのでぜひまたなんかね、またちょっとしたら書きたいなって思ったら書きますね。これは面白かった、ありがとうございます。化粧落とした、はい。お部屋加湿してね。お部屋今55% です、湿度。今日もお仕事でしたよ。今日は早かったね、夜中に起きた。夜中に起きました。数時間だけ寝ました。モーメントのコメントはもう読めると思いますね。あ、まだかな、なんか大体2時間ぐらいらしいんですけど、もうちょいかな。ポキポキ言うてますね。これして、あー、読めます読めます、後で読みますね、コメント。2連続初稿のブログの可能性もあります。今回別になんかブログ書いてくださいって言われてるわけじゃなくて、自分がブログ更新したいですって言ったから更新してもらったので、はい。寝不足じゃん、帰ってきて寝ました。ね、2時半集合だったかな、夜中の。2時半集合だった、帰ってきて寝ました。気づいたら寝てたよね、はい。あ、今は寝起きじゃないですよ。ナレーターしょこちゃんの声聞きやすかった、ありがとうございます。あ、ブログは昔はいついつまでにブログ更新、あ、ブログ送ってくださいって言われてたんだけど、最近はねそういうのがなくて、うん、多分ノエミーちゃんとかは言われてんじゃない、いついつまでに更新してくださいって。これは言われてないので、でも自分はね、モーメントっていうファンクラブはあるけど、なんかね、ブログがいいなって思ったのでブログにしました。うん、早く寝ます、ありがとうございます。ゲーミングのナレーションの声好きです、ありがとうございます。来週も
ゲーミングゲストです、よろしくお願いします。新幹線0号車をやります、やりました、ぜひ。なんか左目絶対さ、コンタクト裏返しなんだけど、さっきつけたんだけどさっきつけたんだが、ゲストなの、慣れじゃなくて、あ、ナレーションは今週のやつで、来週がゲストです。だからゲスト、ナレーション、ゲストで出てます、よろしくお願いします。モメントあるとブログ薄れてくね、薄れるっていうか、まあ気軽に自分が更新できるのはモーメントだから、ブログはね一回送ってって感じだからね。今日は何してたの？今日仕事でした、撮影でした。うん、5月は忙しいのかな。5月はね、まあ忙しくさせてもらってますが、なんか今日とかもそうだけど、早く終わってみたいなのがあったりするから、割と午後はゆっくりさせてもらいました。寝てた、その寝てない分を寝たって感じかな。ヨウさんのモーメント見てない。いっぱい寝たかわかんないけど、もう移動中も寝てたし、ずっとみんな寝てたけど、うん、帰ってきてからも寝てたし、まあでもやることは やったって感じかな。在宅ワークをやってました帰ってきてまだ残ってるけど、在宅ワークをやってますアメブロは花ちゃんしかやってないですね。イコラブは花ちゃんも更新してないんじゃないかな。お、6月1日1000回来ます、待ってます、ありがとうございます。今はお眠じゃないですね。でも明日もあるので早く寝ようという気持ちですが、インスタまだ上げてないので上げます。だいぶ楽しかった、よかったです、ありがとうございます。アイドルにも在宅ワークあるんや在宅ワーク、一旦まずはまだやらなきゃいけないこと、その1、アンケートあと1問なんだけど考えてる「ブログ見たよ、ありがとうございます」。明日は2時半じゃない、2時半だったらもうショールーム終わってると思います明日大雨嫌なんだけど、やっぱ大雨だよね。長袖はつかないですか、今は大丈夫ですかね。大雨か、やだな大雨、雨嫌い、雨嫌いです。交流戦明日からか、明日はさ髪の毛もセットしていかなきゃいけないけど、絶対にさ湿気でこうなるよね、着いた時には。え、どうするどうしますか、どうするセットしていかなきゃいけないんですけど、どうしますかね
や、ついてからやる時間があるんだったらそりゃそうするんだけど、ヘアメイク、ヘアメイク済みで集合だから、そんなね、ダメなんだよね。直せたらいいね。前髪がなんかストレートおろしだったらいいんだよ、別に私はポワポワしないタイプなのでいいんですけど、前髪だね問題は。ちょっと切るか、うわ悩むな、悩む。問題は前髪なの。もう本当にさ、まぶたが痒くて痛くて乾燥してもうやだ、痒すぎ、テープの貼りすぎです。まあガチガチに固めてって、いやどっちがいいんだろうね。ガチガチに固めて落ちた時もう一回巻くの結構大変なんだよね。まあね、後で考えます、全部ね後で考えます。前髪伸びた、うん、現場ではできないの、できるかはできないか分かりません。できるんだったらメイク済みって書かないよねみたいな気持ち。ねえ、ケイトロウさん初見ありがとうございます。おでこだし、やだ、嫌です、却下。朝6時は雨強そう。朝6時が一番強いの？いつが強いの？雨は嫌いだ。本当にね。ねえ、花粉飛んでんだ。まあ朝6時はまだ寝てると思うけど勝手に言っといて。キャーちゃんの X の写真、おじゃめっちゃ可愛かった、ありがとうございます。てるてる坊主作って晴れにできたらいいけど、いいが、しかし、明日の夜20時とか豆すごそう、嫌だな、とても嫌な気持ちですね。はい、雨は本当にね、私的にはいいことないです、雨って。本当に21時以降から日が変わるくらいまでがピーク。そうなんだ、夜だったらいいよね。でもさあれですよね、なんか学生の頃はさ、学校なくなってほしいからさ、台風はさ、なんか昼間に、あ、昼間っていうか朝来てほしかったんだけど、私台風で学校なくなったことない気がする。だいたいなんか朝起きたら通過してるみたいな、むしろ晴れてるみたいなのが多かった気がする。ね、多いよね。なくなったことあった？でもさ、微妙な時なかった？なんか、うわ雨降ってるけどあるかないかわかんないわ学校みたいな。だからホームページを見てたんだよね確かね、朝。
もうさ、親はさ家にいないからさ、自分でホームページ調べてどこ見んだろうってなりながらやってた気がする。ラジオで連絡？何それ、そんなことあるの？自主的休んでた、すごい。それはなかったな。子供の頃から しっかりしてたかわからないけど、連絡も、え、台風でさ学校あるかないか連絡網で回ってくるの嫌じゃない？後の人とか結構え、どっちってなってそう、ずっと。ね、連絡もそれではなかったな。あります、ないです。目かゆいよ、まつげがなくなっちゃう。連絡もはあったけどね、ホームページだったよね。連絡も自体はあった気がする、小学校。本当に前髪が長くて嫌な気持ちだから分けよう、分ける。本当にさ絶対裏返しなんだよ。これで裏返しじゃなかった時がなんでってなる。これでいいか。おいしょ。ちょっと眉毛適当に描きすぎちゃった、やばい。変かも、ちょっと。髪型良き、本当に言ってる、本当に。久々に前髪流してる。待って、本当に変かもしれない。ちょっと適当に描きすぎてやばいかな。ゲジマユになっちゃってる。ちょっとしっかり、あ、あ、取れた。そんな、うわ、ワンチャン破れ、うわ、ねえ破れてんじゃない、マジ？本当に破れてる。ああ、そうやってさ、明日買いに行かなきゃいけなくなるじゃん。そうやってさ、本当になんでさすぐ破けんの？やっぱ爪が長いから洗うときに破けちゃうのかな。本当にね。取れね、本当にさ、ああやって取れるの、普通に、普通に。だから人と喋っててもショールームしててもパコって取れるの。明日買いに、だってさワンデーだよ、明日でも明後日はちょっとまだ時間出てないからわかんないじゃん。ワンデーなくなったらどうするんですか。でも今いいよ、破けてないことを願うけど。破けてそうだったな。でも多分裏返しではあったと思う、多分。うん、裏返しではあったけど多分破れてた。ほん
本当に本当に。コンタクトネットで買うこと、カラコンはあります。透明のはないです。長期型なのでないです。ファンデーね、ファンデー何がいいか分かんない。ネットの方が安いんですかね。いやでもネットでもう買える、多分処方期間だったらみたいな。ねえ、ネットが安い。そうなんだ。でもどれがいいか分かんない本当に。だから結局なんか処方してもらったやつにしちゃうよね。あ、目に合いそうだ、届いた、つけてみたらめっちゃ漏れた、最高、いいね、嬉しい、お揃いだね。目に合いそうだ。カラコンはね、ワンデーだからいいよね。昨日も今日もずっとワンデーつけてて、でメイク落とすときにカラコンも取って、ずっと今日はメガネ、一日中メガネだった、一日中っていうか半日メガネだったんだけど、ショールームするためにコンタクトを入れて、でも気づいてよかった、破れてる。カラコンに2ウィークってあるの、わかりません。カラコンあんま詳しくない。探せばありそうだけど。目に合いそうだとグレーウード迷ってる。わざわざどっちがいいかな。目に合いそうだは結構色濃いめかもしれないね。うん、青みかも。グレーウードは割と茶色っぽい。茶色、グレーっていうか茶色っぽい感じだから、そっちの方が、茶色みの方がなんか馴染む方多いんじゃないかな。わかりませんが、うん、そうにしてみます、ぜひ。メガネショコ楽しみにしてます。多分皆さんがメガネショコに見れるのはお話し会とかの伊達メガネぐらいだと思います。今日メイク落としてメガネで帰ろうと思ったら瞳に笑われた。めっちゃ笑われた。変だったのかもしれない。大体朝早かったりするとメガネが多いかな。どれぐらい目悪いの？ 0.04 が最後かな。学生の時に 0.04 って言われてから分かんない。あ、コンタクトはねマイナス 4.75 かな。目良さそうなイメージだった。偏見ですね。それラジオで話したことあるわ。目良さそうって言われるって。うん。私も一番上見えないんじゃない？ 0.1 だもんね。一番上。くっつったら見えるかもしれない。目いい顔、目いい顔で目良かったらいいけどさ、目悪いから全然嬉しくない。同じぐらい。でも多分その学生の時がマイナス 4.25 とかだったから 0.04 よりかは下がってると思うけど、なんか正直多分 0.04 でも 0.03 でも 0.02 でも見え方変わんない気がする。わかんないけど。そう、同じだと思う。あ、でもメガネはだからマイナス
4.25 のメガネだから全1は見えてないと思う。メガネでも、でもメガネって家でしか基本つけないから。レシックやりたいけどそういう系怖くて無理です。多分一生やんないと思う。目が良くなる目薬とかがあったらいいですけど。左右で視力はちょっと違いますけど、めんどくさいから同じのをつけてます。そうね、同じのつけれるのいいです。人生変わるらしいね。でもまた悪くなるみたいな聞いたけど、本当？どうなん？レーザーなの？なんか全然わかんない。調べようとも思わない。絶対やらないから、うん、怖いよね。カラコン左右で、あ、コンタクトからコンタクト左右で違うと大変そう。そう、同じ一箱でいける。一箱でだからだいたい10枚入ってることが多いんですけど、5日間でだからお試しみたいなのでできるからいいよね。左右でさ結構差がある人だと10枚×10枚だから、うん、かけるじゃないな、10枚10枚だから。でも結構昔から同じか、戻す基本。片目だけコンタクト、片目はいいんだ目。そうね、 1R それはいいですね。コンタクトつけて1と 1.2 って言われた。でも健康診断では0.7 と 1.2 って言われた。まあ体調によるって言うからね。乱視強すぎて市販で顔で合うやつない。私も右目乱視って言われたけど乱視のやつやってないです。だってめんどくさいから。今までずっと同じ度数で生きてきたから左右違うコンタクトは生きていけない気がする。0.5 の差なら同じ度数でいけるのかな。わかんない。でもその 0.7 と 1.2 って言われたから眼科に行ったら、あ、どっちも1は見えてますね、え、みたいな、え、どれぐらい見えてるんですかって言ったら 1.0 と 1.2 で、あ、じゃあこのままで大丈夫ですってなった。まあでも体調によるって言うからね、こればっかりは。ねえ、目良くなりたいよね。でも絶対に遺伝だと思う。滝脇家は誰も 0.1 見えてない。みんな 0.0 いくつみたいな。絶対に話、みんなメガネ、みんなメガネ持ってる。基本みんなメガネかな。あー、どうだろうか。うん、はい、みんなメガネ、コンタクトもだけど、明日健康診断で視力検査に呼びてます。見えてるといいですね。普通になってもメガネいらない人たちすごいね。すごいよね、本当にすごい。いいなぁ、いいなぁ、目良くなりたいよね。だから誰か目良くなる目薬とか開発してほしいな。無理ない、そんなのない。ブルーベリー食べてもダメだった。中学とかの時にブルーベリーめっちゃ毎日のように食べてたけど、あの、良くなりませんでした。
焼きノーベル賞くれますか。あげます、私でいいんだったら目が良くなる目薬があるのであれば、多分私以外にもノーベル賞くれる人いっぱいいると思います。スマホに変えてからめっちゃ視力落ちた。やっぱダメなんだ、スマホってダメなんだね。やっぱさ、自然が多い町とかに住んでる人の方が目いいのかな。なんか緑を見るといいみたいに言うじゃないですか。本当？それ。コンサート見るときに飲む視界はっきり見えるサプリみたいなのあるんよね。怖い。関係ないんだ、遺伝が大きい、しゃあないね。友達が緑見るようにして視力上がったから本当かもしれない。まあ稀にいるよみたいな感じかな。あ、緑ぼやけて見えないです、面白い。とても面白い。いいね、もう近いものばっかりだよ。こうだったりこうだったり、ライブぐらいかな、遠いとこ見てんの。あんま遠く見ることないよね、見えないしね。あー免許大変だね、確かに。電車の中は外を見てる、電車の中はまぶたの裏見てます。双眼鏡で見てます。確かに遠い目って何？こういう感じ？スペ、確かにスペイフェア近いから遠く見てないね。遠くないもんね。双眼鏡で見るとレスもらえてるように見えるから幸せ。あ、双眼鏡で見てる人見てるよ。双眼鏡で見てるなーって。なんか前に双眼鏡で見てる人見つけて、こうやってやったら目あってで、ってなってた。双眼鏡で見てる人も見てますよ。面白かったな。ちゃんと見てる。だって後ろの方でも双眼鏡で見てた目あったってわかるじゃないですか。なんか遠くて双眼鏡じゃなかったら今私かなみたいに思う人もいるけど。あ、スペーブ双眼鏡の方見つけた。大阪？昨日？昨日？野球観戦したら目良くなるかな。どうだろう。私の予想は、ずっと背番号が見えないから、こういう顔して背番号。え、何番だ何番だって見てるからよくならないと思う、私の予想ね。
でも馬に携帯をこうやってやってこうやってアップにすると見えたりする。携帯の方がメイン。ライバル増えてしまう。面白い。元気元気ですよ。あ、ドア開いてる。よく覚えてますね。ドア開いてるか確認するときのやり方。そうです、正解。ベッドから家の扉っていうかその部屋の扉が開いてるか開いてないか、うわーどっちだろうってなって、多分エアコンとかつけてたんだろうね。でも開いてるか開いてないか分かんなくって、でもベッドから立ち上がるのはちょっとめんどくさくって、携帯をこうやってやって、あ閉まってるよかったって、そうやってたっていう話をしたのをよく覚えてますね。そういいよね。っていうか高尾山に登る前日に携帯を変えたんですけど、 iPhone15 に。だから感動しちゃって、富士山がこんな大きく見えると思って。感動した。もうね、嬉しかったね。携帯いっぱいが富士山になって最高。でもなんかその曇ってたから富士山見えないと思ってたから、富士山見えただけでわーってなったのに、あ富士山だってなったんだけど、写真撮ろうと思ってズームにしたら大きく見えて嬉しかった。プロだったらもっとすごいんだろうな。でも15だけでも、11から15になっただけでも、うん、そう世界広がったよ。サンツも元気に見てた。元気に見てました。あら、山頂着いた時雨降って富士山見えませんでした。じゃあちょうどよかったんだ。私はすごいね、ラッキー、ラッキーでした。何時から誘ったっていうのが意外。そうだね、今日イコラフで話してたね、高尾さんのこと。なんかさなつんが登山すると運気が上がるって占いに言われて誘われた気がするし、高尾山登ったことなくってどんな感じなのか登ってみたかったから嬉しかった。本日のお仕事終わり、お疲れ様です。ゆっくり休んでください。私もでも私はその本当に足元気をつけてねって言われてた。翔子は足元がなんか気をつけなきゃいけないんだからって言われて、もう本当に占いにとらわれてる人たちです。他のメンバーは誘ったりした。他のメンバーは誘って、あー友達とお約束しちゃったとか、そういう感じ。うわ行きたかったんだけどみたいなっていうメンバーが多かったね。うん、サルが結構の猿が、あ結構猿いました。数えられないぐらい猿がいました。占い結構行くの、あ占いに行くっていうよりかはゲッターズさんからいただいた本を読んだり、サーツンはなんだっけな、なんかお母さんに言われたって言ってたのかな、ちょっと忘れちゃったけど、そう占いはね、じゃあ見よう。今日の占いね、昨日も見とこう、怪我したから。
当に良くない。あったあったあった。今日は何日だ？27か。27日。今週中と今日中に達成できそうな目標を考えてみるといいでしょう。特に思いつかなかった場合は時間を決めて物事を取り組む。やる気が湧いてきそうです。あ、いい。今日在宅ワークここまで やろうってやった。いいね、嬉しい。昨日26日、友人や知人に誘われたら遊びに行ってみましょう。待っていても連絡がないならランチしないと気軽にメッセージを送ってみて、今日は初めて会う人とも楽しく話せていい情報交換ができそうです。だそうです。メンバーとたこ焼きを食べました。うのしながらいいですね。あ、そんだね。友達に誘う、メンバーに誘われてゲームした、遊んだわ。いいですね、嬉しい。いいです、いいです。わなかでした。美味しかったですね。いいね。25日って何してた？25日って何してた？ああ、撮影してたね。興味の湧くことが増える日。気になった場所やイベントなどをチェックしたり、ライブチケットの予約をしてみるといいでしょう。直感を感じるとさらに面白い発見があるかも。まあまあまあ、終わったことなんで。25ボートレース行った。おお、どうでしたか？振り返り占いしてる人初めて見た。そう、たまにやるんですよね。明日は28日。疲れが顔に出そうな日。肌の調子が悪くなったり、目の下にクマができてしまうことも。スマホの見過ぎにも気をつけておきましょう。時間を作ってヘッドスパに行ってみるといいでしょう。ああ、ちょっとこの前行っちゃったばっかだな、美容院。早く寝ます。はい、もうそろ終わります。あと15分ぐらいで終わりますので。肌の調子良くなるの嫌だな。でも確かにね、疲れが出そうな時期ですよね、ここ数日ね。バタバタしてたから。ここ数日というか今月、6月になったらいけるかなとか思ってるけどさ、普通にさ、自分が遊びの予定を入れてるだけでさ、ちゃんとお仕事入ってるんだよね。お仕事終わりとか、オフだーとかね、今のところね。自分でね、忙しくしてるから。まあでも楽しみなことがいっぱいの方がさ、頑張れるよね。毎日朝早く立って、あ、一日経ったみたいなね。明日もお仕事ですね。明日はメイクを家でしていかなきゃいけないから、ちょっと早めに起きようねっていう感じで、別に集合自体が早いわけではないですね。はい、あ、そうですね、オフの時間も充実してるのがブログで分かりました。あ、そんな感じです。どっちも、あ、どっちもじゃないかな。最初の方のやつはレッスン終わりだったのでボサボサでした。ボサボサだからファンクラブがいいなって思って、そうって感じです。ぜひまだの方は見てください。前髪これから切る、悩みです。まあ明日巻いてみて決めるかかな。今日は早く寝たいな。何色のアイシャドウ使うことが多い？ピンクかオレンジブラウンみたいな時が多いんだけど、メイクさんにどっちのアイシャドウ、ピンク系かオレンジ系どっちがいいって聞かれたらオレンジ系って言います。
オレンジ味のブラウンです。いや、アンケートは今日出したい。アンケート明日までなんだけど、絶対忘れるから今日出して寝たいな。一旦30日までのが終わってるから、まあね、いいよね。いい、順調、在宅順調です。いや、頑張るようなアンケートでもないんだけど、なんかもっといい回答あるなみたいな、一応終わってるんだけどっていう感じですかね。はい、そんな感じですね。あの、マヤシンのサイン書きはだいたいレッスンの時にやってることが多いかな。レッスンの、レッスン終わり、レッスン始まり、レッスン合間とかでみんなでやってるかも。キュッキュキュッキュ言わせながら。かな。唐突、いいの思いつくよね。そうなの。でもさ、絶対明日忘れちゃうから。今はアンケートだけ、アンケートとまだあるけど、全然締め切りがまだ先、多分6月とか、6月何日みたいな、だからまあいいかなみたいな。いっぱい、そうだね、6月になってからだからまあいいかなみたいな感じですかね。とりあえず5月の締め切りのやつは終わったから。さっきサイン書くの誰が早いんだろう。誰だろうな。ミリーとか早いな。ミリーはなんか画数少ない気がする。マイカとかも少ない、画数が少ない気がする。あ、スルツも早いね。スルツどん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 なんか画数少なくなってってる気がする。私は結構変わってないかも。ちょっと筆記体とかになったりするけど、ベース変わってないかな。ショートカットしてるっていうか、多分サインちょっと変わってる、ちょっとずつ変わってってる。なんか私も変えたいけどさ、なんか他にいいのが思いつかないというか、なんかこれだっていうのないから、なんかそのまま変えるタイミングもなく。いや、サンツ枚数に応じてっていうよりかは、あの時期によってかな。最近はあ、こうなんだみたいな。2年前はこんな感じだったよねみたいな、感じですかね。私ももうちょっとなんかサインっぽいサインが良かったな。なんかかっこいいサインが良かったな。ちょっとなんか適当に考えすぎちゃったかも。いや、適当でもないんだけど、なんか割となんか10分ぐらいで決まった気がする。他に思いつかなくて。もっとなんかかっこいいのが良かったな、サインっぽいやつ。ひょくちゃんのサインずっと好き？嬉しい、ありがとうございます。いいサインだと思ってる？見慣れただけか。なんかラブって入ってるじゃないですか。ラブがなんか引き体にできたらなんかかっこいいなみたいな。しょうこって HO と KO がつながってるんですけど、つながってる時があるんですけど、ラブつなげたいよね。そしたらもうちょっとなんかいい感じに書けそう、サインっぽくなりそう。
かりやすくて好きです。え、わかる。そのさ、サイン見てさ、誰かわかるって大事だよね。わかる、めっちゃわかる。本当に本当に、まあでもイコラブも誰だろうってなったり、ノイミーちゃんのサインとか見ててもこうサインがこう全員分あるじゃん。え、待って、これとこれとこれ誰かわかんないみたいなとかありましたもん。そうだから、なるべく滝脇翔子ってつけたいんだけど、やっぱ枚数が多かったりすると全員に滝脇翔子ってつけてると大変な時間がかかってしまいなのでね今サイン見てます、ありがとうございます。多分、うん、ラブってつながってない気がする。今のメンバー全員のサインは誰かわかりますの？イコラバはわかります。ノイジョイちゃんはちょっとわかんないです、うん、躍動感ありますか？それはよかったです実は今日誕生日です。おめでとうございます、サトシーさん。ハッピーバースデー。ぜひ私にたくさん会いに来る1年にしてください。待ってます。おめでとうございます。とてもおめでとうございます。ハッピーバーハッピーバースデー。すごい雨降ってる。雨やだよね。ダメか、やだね、雨は嫌いだ。そうだよ、しょこちゃんのハピママどんどん近づいてくる。23歳になっちゃう。大人だ。23歳は大人だよ。いや、22歳も大人か。てか一人で携帯買いに行けた時点でね、大人なんで。ありがとうございます、ありがとうございますそうだよ、千日もう少し。23です。いや、なんか自分、まあみんなそうだと思うけど、自分が子供の頃に思ってた23歳はこんなに子供じゃなかったなみんな思うと思うよ。多分今30歳の人も40歳の人もそう思ってるかもしれないんだけど、クレカ持ってるから大人。でも考察の段階で持ってた気がするな。ね、一生子供なんだろうな。ね。毎年。25歳とかになっても大人だわってなりそう。アイス箱で買ったら大人。あ、それはだいぶ前に大人になってんの私ね。80ぐらいになってもずっと元気、元気だったらいいよね。80歳でなんかバリバリ旅行行っちゃうよみたいな感じがいいな。80歳にはなんかもう47都道府県全部行ってたい行ってたいな。でなんかそこの中でもう一回行きたいところとかは、とか80歳とかになっても行ってたいよね。80歳でフルマラソンはやんなそうだな、私の予想だが。でもなんかマラソン大会とか出たいよね。なんか最年長記録とかさ、取りたくないわかる？健康がいいよね。
最年長記録取ったら暑すぎる。みんなそれまで覚えててね、私が最年長記録取るって80歳の時に。80までブログ書いて20年ぶりの更新になりますって言ってそう。頑張ろうねみんなで、あと60年ぐらい。80歳まで、20年ぶりは激アツすぎる。確かに。それこそなんか、あ、まだブログやってたんだってなるね。面白すぎ。だって今日の公式にブログもうなくなったかと思ってたみたいな話してたもんね。いや、ほんと2100年迎えたいよね。それメンバーとも話してた。2100年迎えたいよねって。でも人生100年時代だから、いけるんじゃないね。100歳。100年桁変わる瞬間痛いよねって迎えたいよねって話してた。今日食リサでみたいな更新もし、あ、ブログはね多分前もって更新、あのお渡ししないと更新できなくって、今日は結構無理かも。先日とかになりそう。モーメントとかだったらいけると思うけど。思ったより早く上がって嬉しかった。そう、でも今日月曜日の20時にできたらいいなって思ってて、そのイコラフが終わるのが20時だからいいなって思ったから、その時間にできてよかったです。またいっぱい読んでモーメントにコメントしてください。もう今からショールームが終わったらモーメントのコメントを読んでインスタを上げて、明日の準備をしてアンケートをやって寝たいと思います。ということでランキング読みます。13位、ヒルカレーさん。12位、福野しそさん。11位、まこさん。10位、人生じいちゃん。9位、デコショコさん。8位、メリダさん。7位、バナナさん。6位、大陸さん。5位、黒じいさん。4位、たーくん。3位、ヘイブンさん。2位、ゆきはさん。1位、さきほさんです。ありがとうございます。2列目、トッシンさん、タワシさん、タカヒロンリーさん、ショーリーさん、ユウさん、ヤマニャンさん、ルルルタンナさん、URP さん、カイトさん、アオちゃん、ナオキさん、イテマエさん、ニジイロさん、チビタンクさん、リースさん、ハラディさん、マメスケさん、ファインゴールさん、トラッシュさん、ユキボウさん、ジュアンさん、パイナップルさんです。ありがとうございます。たくさんの星のギフト、コメントありがとうございます。ということで、また明日お会いしましょう。バイバイ。ブログ見てね、SNS も見てね、ありがとうございました。感謝。おやすみなさい。みんなもゆっくり休んでね。私も早く寝ます。バイバーイ。